飛び出した。14頭。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行争いであります。ウォーボンネットが先頭に立ちました。それからもう1頭、2番、ウォーボンネット、機嫌よく行っているのかどうか。そして2番手に3番、ミンナイプレミアムであります。さあトンネルを抜けると世界最高のウィーニングロードが待っています。黒い帽子ウォーボンネットが先頭、12番、 B 番の2通目オレンジの帽子ロマンスラケルタ、ミッナイプレミアムも懸命に追う。この辺りで先頭はロマンスラケルタ、 B 番の2通目が2番手、ロマンスラケルタ先頭、 B 番の2通目ガーシュ先頭に立った。外から1頭ロマンスラケルタ先頭は B 番の2通目、 B 番の2通目先頭、1着 B 番の2通目、2着はアラルちゃん、3着スリースターズ。1着12番、2着8番、3着9番、以上のように確定しました。